大川美術館は、群馬県紀流出水道山の中原にある、群馬県の登録博物館。運営は、公益財団法人大川美術館。同志出身の実業家である、大川栄治が40年間かけて集めたコレクションが展示されている。1988年に開館。建物は、元第一官業銀行社員寮を、松本太井の設計により増築。 改装したもので、山の中原に斜面に沿って立つスキップフロア方式。日本の近代洋画を中心に6500点を超えるコレクションを有している。松本俊介と野田秀夫のコレクションに関しては、日本最大で松本俊介を中心とした人脈に注目し、指定、同グループ、友人、影響関係などのつながりのある作家の作品を、 収集するユニークなコレクションを形成している。代表的な収蔵作品に、松本俊介、町、運河風景などがある。また、野田秀夫の都会は現在は東京国立近代美術館に収蔵されているが、元は大川美術館の所蔵品である。その他に、ピカソ、ミロ、ルオ、ベンシャンラの西洋美術、藤島武次のエスキーズ早急一年。 南端達沖、文夫、のり清水敏らのまとまったコレクションを所蔵、展示しており、地方都市の私立美術館としては、比類ない充実度を誇る美術館である。図書室、庭園、喫茶室、ミュージアムショップを併設している。ありがとうございます。